テレビ東京の You は何しに日本へでしたかね、はい、はい、今度出演する世界的切り絵作家の百鬼丸先生、はい、はい、一言先生、はい、わっはい、まあ、それはね、あの中学生みたいな冗談ですけど、今日はね、こちらに久々に来て、こういうね、昨日あの撮影がね、You は何しに日本へありまして、昨日まだ撮影し、昨日は撮影この時間してる最中なんですけど、1日経ってないんでここへ来ました。ありがとうございます、はいはい、じゃあ皆さん楽しみにしていてください。先生ありがとうございます。はい、はい。